武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、問題のパターンが大きく3種類あって、まずは 1A、2B、まあ、文系数学と、理系が2パターンですね。3まで 1A、2B、3が、出る形式が2パターンあって、その2パターンというのが、まあ、理学部、数理科と医学部、医学科、とそれ以外の理系の学部、学科という形になっています。で、文系は、大問が4つで120分。で出題されており、理系に関しては大問4つで時間が150分という形になっております。で問題の特徴としてはですね、グラフ問題、そして図形問題、あとは証明問題、まあ、この3つが、かなり出題率が高いという形で、要はその記述力、論述力を試されるような問題が、多く出てきます。で問題の難易度、に関しては、まあ、文系数学は割と、まあ、基礎的な問題が、多く、まあ、ただ記述が出るっていうだけで割と難易度は上がってしまいますので、まあ、国公立標準問題集キャンパスなどを使って、記述練習しておいた方がいいでしょう。理系数学に関しても、まあ、文系と比べると若干難易度は上がります。で、まあ、その中でも医学部、医学科と、まあ、理学部の数理学科に関してはちょっと難易度が高めになるので、まあ、こちらも、キャンパスなどの記述練習は必須、になりまして、まあ、それに合わせて、まあ、特に医学部、医学科の場合問題の難易度的には割と、まあ、手も足も出ないような難易度の問題はほぼ出ないので、まあ、全問題解くぐらいのつもりでやっていくという点を考えておくと、まあ、できれば総計レベルまでやっておいた方がいいかなという形ですね。まあ、これに関しては、まあ、過去問で慣れていって、ミスを減らしていくという形でも、いいかとは思います。で、まあ、どうしてもその出てくる問題の傾向からいって、記述の、まあ、回答の、質というか、書き方っていう部分の練習が非常に求められる、試験とはなっておりますので、単純に答えが当たるどうかだけではなく、途中式も含めてちゃんとした記述ができるかどうか、その点をしっかりですね、練習するように心がけてください。以上が数学の勉強となります。